梵天結び、2ストランド版です。左がクラウン&ダイヤモンドノット、右が梵天結びです。違いがお分かりいただけるでしょうか。ではまず、左巻き版の結び方です。右利きの人は、左巻きの方が、作りやすいと思います。なお、4本版より3本版より、2本版が最も難しいので注意してください。基本的な結び方は同じなのですが、コードが少ない方が、間違いやすいのです。2本のコードを手のひらに広げ、ラウンドクラウンノットの要領で、噛ませていきます。コードに囲まれた部屋が2つあることを認識しておいてください。ここからさらにもう1回。ラウンドクラウンノットをかけます。2本版から始めたら、ここで戸惑うと思いますが、4本版から覚えた人は問題なく進めることでしょう。周りのコードを、大体均等にしておきます。で、もう一度ここで、2つの部屋の位置を把握しておきます。オレンジのコードを下の部屋から通してくると、クラウン&ダイヤモンドノットですが、一周回って、上の部屋に通します。くるっと回して、他の末端の下をくぐって、上の部屋の一番中心側へ、向こうからこっちへ通してきます。ここでもう一つの部屋の位置を、もう一度、把握できるようにしておきましょう。青い方の末端を持って、くるっと回して、もう一方の末端の向こう側を通り、空いてる方の部屋の、一番中心側へ通します。2本の末端を揃えて軽く引っ張り、外側に浮いてる輪っかは、元ロープ側へ引き寄せるようになじませます。これで締め込んでいってやれば、完成。それでは続いて、右巻きバージョンです。左利きの人は、右巻きの方が作りやすいと思います。撮影しながら複雑な飾り結びを、利き手じゃない方で作るのは難しいので、右利きで右巻き版を作ります。ご容赦ください。ラウンドクラウンノットを一回作りました。コードで囲まれた部屋が2つあるのを確認しておきます。
そのままもう一回、ラウンドクラウンさせます。日本版は、中心を見失いやすいのでご注意。ここでもう一度、二つの部屋を確認しておきます。まずは、青いコードから。ここに通すとクラウン&ダイヤモンドノットですが、さらに回って、もう一個先に行った部屋に通します。もう一方の末端の下をくぐって、部屋の一番中心側に通してきます。この時、もう一方の部屋がわからなくならないよう、気をつけてください。残った末端を、くるっと回して空き部屋へ。他の末端の下を通り、部屋の一番中心側へ通してきます。末端同士を揃えて軽く引っ張り、結び目の外側に浮いてる輪っかは、元ロープ側へ手繰り寄せるように、なじませます。で、締め込んでいってやれば完成。